カディスの地図さんフ安ンデウルは、メキシコにあるスペインの城塞さん、フェリペ、コロンビアにあるスペインの城塞、アシエントは、スペイン語で、契約を意味する、歴史用語で、王室がある、特定の個人や団体に、朝税や貿易などの独占権を与えることを意味した。日本語で、アシエントという単語が用いられる際には、16世紀から18世紀半ばにかけて、 スペイン国王が特定の個人や会社と交わした黒人奴隷の供給契約を指すことが多い。16世紀以降のスペイン国王はヨーロッパ各地での戦争を遂行するために膨大な資金を必要としていた。しかし、この資金は通常の税収では賄いきれず、商人たちからの前借りに依存することが多かった。例えば、フランドル地方でオランダなどの独立戦争が起きると、 スペイン国王は軍への給与支払いなどの出費を余儀なくされた。そこでスペイン国王と契約した承人グループが資金を調達し、それをフランドル地方に届けることと引き換えに将来の国家収入から利息をつけた返済を受けることを取り決めたのが元々のアシエントである。このアシエントの返済には特定の税源が割り当てられることが多く、しかも 税の徴収そのものが承認グループに委託される傾向があった。黒人奴隷アシエントは、こうしたスペイン王室の資金調達手法のバリエーションだと考えられる。この場合、ある承認グループが王室に対して一定の資金を前渡しする。引き換えとして、彼らはアフリカから新大陸へ一定数の黒人奴隷を輸送して販売する権利を独占的に獲得する。 したがって、奴隷の売却額から、奴隷貿易に必要なコストと王室への前渡し金額、さらには、奴隷取引にかかる税金や手数料を差し引いた額が、承認集団の収益になった。はじめは、スペイン人やポルトガル人が、個人や集団として、スペイン国王と契約し、17世紀後半には、ジェノバ人やオランダ人も参加するようになった。1701年からは、 フランスのギニア会社と契約が結ばれた。1713年にユトレヒト条約が結ばれると、イギリスの南海会社が契約し、年間4800人の奴隷と船1隻分の商品を新大陸に供給する権利を獲得した。この契約は当初は会社に莫大な利順がもたらすと考えられていたが、予想したほどの利益を上げることができなかったため、1750年に、 この契約は放棄された。その後は、カディス国人会社が1765年から1779年に契約を行ったが、供給量は年間1000人以下に落ち込み、これ以降は契約は行われていない。ありがとうございます。